今夜もやってまいりました、ミッドナイトラーメンのお時間です。食べ人はヒコポンです。時刻は午前2時28分、ラーメンに美味しさがプラスアルファされるお時間です。最初に断っておきますが、これ真夜中に見ちゃダメです。おすすめは自分がご飯を食べてる時に見るのがいいです。言いましたからね、飯テロのクレームはダメですぞ。前方に今回訪ねる山岡屋さんが見えてきました。深夜でも光々と光る看板に誘われます。愛車をこの辺に止めます。ではいざ店内へ。開かない、ダミーか、どんな初見殺しだぜ。頼もう。その前にメニューを確認。どれもうまそうで、ひこぶん困っちゃう。プレミアム醤油豚骨、豪勢にこれにしてみるか。お札をすっと、コインをチャリンと。腹がペコリーナなので、卵かけご飯もつけちゃいました。店員さんに券を渡し、席に着きます。というわけで、やってきましたプレミアム醤油豚骨、卵かけご飯付き、1080円になります。スープに細かく浮いてるのが油です。たまらん。そして、卵かけご飯、略して TKG です。ほんじゃばいただきます。最高に贅沢だ。なんだこの穴の開いたレンゲみたいのは。麺が太くていいです。私は太麺が好きです。三陸産のわかめをいただこう。これはうまい。わかめがうまいと思うのは初めてかも。何か味がついてるのだろうか。この辺で卵かけご飯を攻めます。卵かけご飯専用のタレをかけます。これは間違いない。卵かけご飯をいただきます。味は案外普通、白飯でラーメンと一緒に食べた方が良かった。お腹が減ってるので一気に食べちゃいます。ダメだと思いつつもスープを飲んでしまう。手が止まらんのです。あらら、ついに器を持ってしまいました。スープを飲み干してしまった。ごちそうさまでした。では帰路に着きます。
忘れ物はないですね。ごちそうさま。贅沢なひとときでした。